こんにちは。こんにちは。今回は HSP 彼女とうまく付き合うポイントについてお話しします。というのも楓はこの HSP、ハイリーセンシティブパーソンって言って、そのハブについてない、ついてない、めっちゃ痛かった強かったな。というのも楓がその HSP ハイリーセンシティブパーソンって言って、その生まれつきいろんな刺激を敏感に受け取ってしまう、まあ気質なんやけど、うん、付き合って3年以上経ってるんで、もうさすがにちょっとずつこう扱いが分かってきたよね。扱いこう HSP の人の対応の仕方というかね、うまくこうコミュニケーションを取る方法が分かったんで、うんうん、今回は7つの項目にまとめてお話しします。お願いします。はい、お願いします。まず1個目、ひたすら褒める、認める。まあ楓だからかもしれんけど、結構こういろんなことを気にしすぎて自己肯定感っていうかね、うん、自信があんまりない傾向がやっぱ強いんよ、うん、こう何やってても何かと比較したりとか、うん、自分はどう思われてるのかなっていうのが気にしてしまうから、うん、できてることとか変化があればその度褒める。でもどんだけ褒められても自分がそう思ってなかったら嬉しくないよな。めちゃくちゃ褒めて、何回も褒めて、うちにやっと届くぐらい。俺とかやったら1回褒められたら嬉しいけど、楓やったら10回褒められてやっとちょっと嬉しいかなみたいな感じやから、うん、もうできるだけアタックするみたいな。その褒める時のポイントはできるだけ具体的に褒める。とりあえず見た目やったら可愛いねとかじゃなくて、今日このメイク、ここのやつの感じいいねとか、うん、具体的に褒めることで楓も、うん、おってこうそこなんやってな、うん、っていうので楓のこう自信を上げることを勤しんでおります、うんうん、ありがとうございます。で2個目が大きな声を使わない。この間でもあったんやけど、普通に話してて自分が大きいリアクションした時に楓がそれにびっくりして嫌な気持ちになるみたいな。こっちとしては普通のリアクションやったりとか、うん、大きな声出しただけで嫌悪感を持ってしまうから、できるだけ話す時とか何か伝える時も大きな声を使わず普通にこう静かに喋るようには意識してる、うん、あとこの間友達とカラオケに行って思い出したことないけど、リクとカラオケに行くとカラオケのミュージック音量をリクは上げるんやな。あげるね。けどうちそれが嫌いで、あげてほしくないんやけどリクあげるから、ちょっとそこがな気になる。ちゃんと聞くようにしてる、うん、こんぐらいって気使って多分言えんねんな。 うん、うちはあげるんじゃなくて下げてほしいよ最初の設定から。あ、もっと下げてほしい、うん、35ぐらいにしてほしいけどリクは45ぐらいに、うん、なるほどね。まあそんな感じで音とか声とかはできるだけ小さくで、これの1個困ることはめっちゃ個人的にやけど、動画撮ってて、うん、普段通り喋ってると音全然拾わんのよね。動画の時はちょっとだけ声張るようにしたら、それはそれで楓がちょっとびっくりするって、その天秤がすごい難しい。確かにできるだけ小さく、うん、穏便に生活しております。ありがとうございますで3つ目、1人の時間を作るっていうのも、喧嘩した時とかもそうやし、こんだけ一緒におると自分は大丈夫でも楓が結構ね溜まってくるよね。自分の世界がなくなってったらこう疲れてしまうみたいな、うん、喧嘩した時は距離を取って、うん、そうじゃなくても1日の中で各々が1人の世界、楓たらインスタでファッション見る時間やったりとか、うん、自分の好きな YouTube 見る時間とかは切り離して生活するみたいな、うん、変に介入しないっていうのは意識しております。次引っ越すとこやったら2人で使う部屋と1人がこもるよう今日の部屋をね、それドアの名前に楓の控え室って書かなかったね大女優やん。どんだけ仲良くてもできるだけ一人の時間とか、うん、楓が一人になりたさやったら距離を置くっていうのは意識しています。ありがとうございます。はいまあここまでは結構こう個人的に楓に対してできることやったけど、うん、こっからはこう関係性というかね、うん、2人の中で注意してることは、求められるまでアドバイスをしないっていうのは個人的に意識してる。こう楓が困ってたりとか何か悩んでる時って気にしててかな、うん、優しさでアドバイスしちゃいそうになるよ、うん、実際これまでもめっちゃしてて、それで喧嘩になることがやっぱ多かったよね。なんでかっていうと、この困ってる時に俺がアドバイスすると、うん、そのアドバイスした言葉に楓がまた反応しちゃうよね。だからその元々の問題じゃないところで喧嘩になったりとか、うん、楓が嫌な気持ちになったりするから、うん、最近は楓が悩んでたら最初はめっちゃ放置する。楓になんかこうどうしたらいいと思うとか直接こう聞かれたら答えるっていうのを意識してるから、うん、確かにそれがいいですね。はい、それはでも HSP 関係あるんかな。あるかどうかわからんけど、まあ、楓はその傾向が強いなと思ったから、あ俺の言った言葉に反応するってところがまた繊細さなんかなと思って、まあ、言葉一つ一つをな、そこ気になるっていうところ気になるもんな。そうだからもう何も言わない、できるだけ地雷を踏まないように口はもうチャックなんか縁かその関係性ってなるけど、いやまあそれで楓が快適なるやん。俺も喧嘩なるよりは平和の方がいいからさ。
で、5つ目、ネガティブな情報を与えない HSP っていうのもあって、共感しやすいよね、気持ちとか痛みとか、うんうん、からできるだけそういうなんかネガティブ寄りな情報とか、うん、ニュースとか話はできるだけ楓には与えない、うん、なるほど。からニュースも俺普段つけひん。お前やな、俺がなんか嫌なこととかあってもよっぽどのことがない限り言わん、うん、楓がそれで苦しんでしまうから、うん、あとお出かけした時も人混みが言うところあんまり行かない、誰かが怒られてたらその場を離れるとかっていうのはできるだけ意識してる。もうずっとこうガードガードガードってずっとバリア張られてるみたいな。そう、周りでずっとこうバリア張ってこうできるだけポジティブなものだけにね囲まれるようにしてる。ああ、もうそれはうち分からんかったから、うん、中学の時とか暗い小説が好きで、まあ、それこそ王様ゲームとかデスゲーム系、デスゲーム系が好きで、でもそれ読んだらなんかめちゃくちゃ病んだんよ、なんかこの世界なんてみたいな絶望するみたいな。そうそうそう、あ、そのせいかって思った今。気づいた今自分のことを。うん、なるほどってことだからね、話す話題は基本いいこととか、うん、なんか発見とかそういうものだけにしてます。まあ、これからはね俺が話してることにも注目してみてくださいかしこまりました。6つ目、これめっちゃ大事なことで、なんか思ってることを言葉にする、そして楓からも思ってることを言葉にしてもらうってことを大事にしている、うん、自分が思ってることを言葉にするっていうことは、楓自身が繊細さんで、うん、まあ、いろんなことを察したりとかさ、うん、俺の気持ちとかを分かってくれてはいるけど、それってやっぱ楓の主観で見てることが多いんだな。自分が思ってることとは違う捉え方をされることがある。あ、そう、やっぱり誤解することもあるから楓も、うん、だからそういうことがないように何でも察してくれるからじゃなくて、うん、できるだけ言葉にして誤解がないように伝える。まあ、ここで言い方間違えたらまた喧嘩になるんやけど、うん、俺はこう思ってるよっていうのを結構意識しています。具体例と何があるかな。具体例じゃないかもしれんけど、喧嘩した時に何々って言ったことに対して楓がいや何々ってことは何々ってことやんなみたいな、そうやって言うってことはこう思ってる、こう思ってるやんなみたいな感じになるから、いや違うよって、楓がそう感じてるかもしれんけど俺はそういう意図はないよみたいな言い方をする、うん、思ってなかったら出てこんもんっていう、うちは思うんや。まあ楓はそう思うやんね、うん、違うんやな。そう、俺は思ってることはそのまま言葉にするから、うん、言葉にしないってことは思ってないっていうこの違いがあるよね。で、楓が思ってることを言葉にしてもらうっていうメリットは、楓は自分は相手の気持ちを察することができるけど、俺とかはできやんのよ、そういう気質を持ってないから人の感情とかを察するのは無理ない、うん、なかなか難しいから、できるだけ楓の気持ちを言葉にしてもらうみたいな。で、いつもどう思ってんの、うん、どういう感情なんって聞いたら怒られるいや、うち激ムズやん。いやでも多いと思う、これはもう楓だけの問題じゃなくて繊細やからこその難しさ。うん、難易度は高いですね そう、 HSP の人と付き合うのこれは自分もまだできてないんやけど、うん、なんかこれからしたいなって思ってるのは、なんかあった時にどうしたんとかどうしたのって聞くんじゃなくて、楓はどうしたいって聞こうと思ってる。あ、どうしたのって聞くと、うん、楓はなんでわからんのっていう話になっちゃう、うん、じゃなくて楓が今のその状況からどうしたいのとかどういうことしていきたいのっていう聞き方にしようと思ってる。じゃあ昨日とかお腹空いて歩けんって言ってたら、歩けんって言ったら何食べたいのって。あ、うちお腹が空いたら思考停止して、うん、もうめっちゃイライラするんよ、うん、でそれもあの HSP の一個だな、うん、特徴でもあるんやけど、だからそれにそういう時は、まあ、なんか食べようとか言ってくれるし、うん、お腹空いてるとか楓がイライラしてる時にたまにあるやんか、うん、そういう時に俺がやってる対処法は変に言葉をかけない。いやでもかけなすぎて何もなんかうちのこと見てないんやろな分かってるから喋らん、うん、思考停止してイライラしてるやろ、うん、だもう何言っても地雷になるよどっか入ろうどっか行こうでいいや理由はもう分かってるやからさ、うん、だからそれに向かって歩いてんの、うん、でも何も言葉ないからさ、なんかずっと仕方されてんかなって思ってこの状態を昨日とかも特にね入ったんですけど気をつけます言葉にしますっていうのが6つ目。最後7個目なんですけど、うん、ここまでこう HSP の対応とか、うん、どういう感じにしていったらいいかっていう話になってんけど、うん、最終的に俺が思うのは、分からないものは無理に理解しようとしないっていうのがすごい大事だなと思った。楓がこう思ってるねんとか、うん、このことに対してこう感じてるねん、どんだけ説明されてもやっぱ分からんもん分からんねん、この自分にない考え方やから、うん、から無理に自分もそこに理解しようとするんじゃなくて、うん、あくまで楓はそう感じてるんやなみたいな、こうちょっと
一歩離れて知っておくみたいな見方が大事だなと思ってます、うん、俺が変に理解しようとしてなんかえこういうことやんなとか、うん、こういうこと思ってるやんなって言っても、うん、多分間違ってる大体、うん、で間違ってた間違ったで楓自身は自分のこと理解されてないって、うん、嫌な気持ちになるから、うん、変に交わろうとしないっていうのが大事やなって。でも姿勢は大事やな。そう、理解しよう、理解しようとする姿勢は大事やね。全部分かろうとするとやっぱ無理なところがあるから、うん、無茶をしないっていうね喧嘩は避けられません、うん、間違いない。でその楓のことを理解しようとして、うん、分からん探る人多分おると思う、ね、カップルの人でな、うん、でそれでまた自分が分からん自分なんて下がってテンション下がってネガティブになってたら、うん、パートナーの繊細さんがまたそれを察してネガティブになるから、うん、よくないよ。片方が悪くなったらそれ引っ張られちゃうから、できるだけ自分は自分でポジティブに折れるように相手にとってもいいことなのかなみたいな。でそれ言ったら一個関係あるか分からんけど、うん、結構前のデートとかでリクがなんか眠いとかなんか疲れてるんかなんか体調悪いんか分からんけど、うん、全然楽しそうじゃなかった時何回かあったやん、うん、デート行ってもうちはえ楽しくないんやったら混んでいいやんこっちやってそれが影響されるし、うん、別に楽しいけどみたいな言って、うん、でもうちはそこがめっちゃ気になるからさ楽しくないのになんかこうやって連れ回して申し訳ないっていう気持ちやったり、うん、なんか疲れてるんやったら休んだ方がいいんちゃうみたいなっていうのをめっちゃ頭の中で思って伝えたらいやそんなことないのなんでそうやって言うんそうやって言われた方が気分下がるんやけどみたいな、うん、っていう喧嘩もあったやん、うん、そういうのってどうやって対処していいのかな。対処法としては楓自身は楽しいと思ってるんやな、うん、で終わればいい話なんやけど、うん、多分それ無理や、うん、そこまで気にしいじゃない俺側がそのなんでそんなこと言うのっていう反論をせんかったよかった。大丈夫やでそうただ大丈夫やでって、うん、自分はただ楽しいでっていう気持ちを伝えておけば、うんまあ、平和に終わったかな。あなるほどね。 その時はまだ付き合って浅かったからそう浅かったから分かってなかったなんでそんな気にすんのっていうその時は俺思ってたから、うん、大丈夫って言ってるやんってなってたから、うん、でも今となってはもう変に反論してない。繊細さんの人に向けて反論してもそういうモード入っちゃったら無理だよ。なんでかって言うともう何言っても一個一個気にしちゃう、うん、こっち HSP じゃない人からしても、うん、なんでそんなこと気にすんのってところに気にするから、うんうん、変にぶつかったらもうダメだよね。うんうん、あと HSP って気にしていろんなことを言ってくるけど自分言われたらめちゃくちゃ傷つく人やから、うん、何も言わないのが平和なのかなっていう。うん確かに。楓から俺にこう指摘して喧嘩したらなぜか最終的に楓が傷ついてるみたいな俺が説明してるだけやのに楓がテンション下がってるみたいなことがあるからなんでこんな言われないかんのってっていうのもこれ別に楓を責めてるわけじゃないね、うん、いつも自分が指摘されたことに対して説明したりとか誤解がないようにいろんな言葉を出していくとその言葉一個一個にダメージ食らっていくから楓のこの行動があったから、うん、俺はこうやってやってるんやねって言ったらあじゃあうちがいかんねや難しいよねこれが。あともう一個あった HSP で、うん、うちらが出かけ先にそういうのが出たエピソードがあったわ。一昨年のクリスマスでイルミネーション見に行こうって思って道路を挟んで両サイドの木がめっちゃ飾り付けされてて、うんうんうん、イルミネーションなってるから普通に、ま、車とかも通ってるし、うん、でそのクリスマスのシーズンやからなんかめっちゃやからっていうかさなんかブンブン鳴らす車とかめっちゃ通ってて、うん、でうちもその音でもういっぱいいっぱいになってなんかめちゃくちゃテンションとか下がって、うん、感情を揺さぶられて、うん、めっちゃ号泣してたよな、うん、そうまあなんかこっち側HSP じゃない人やったらそういう爆音のね、うん、車の音とか聞いてもうるさいなとか、うんまあ、なんかやからおるわみたいな感じで済むんやけど、うん、楓やったらもうふわーってなって、うん、でしかも乗ってる人が結構暴言みたいなの吐いてて、うん、その周りのカップルとかにでもそういうの聞くともう耐えきれんくなって自分直接言われてることじゃなくても、うん、そういう言葉とかね、うん、音聞いても号泣してたよねそう俺からすると何ごめんごめんみたいなしかもその前喧嘩してたしそうそれなんかなと思ったらいやそれもあったそれもあったけどさらにうるさい音もあってなんか変な悪い人もおって、うん、でそういうのを全部含めて号泣したっていうななんかエピソードもあったな、まあ、いろいろ乗り越えてきました乗り越えてきましたありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます他にもね HSP の, そのパートナーがいる方と か,、うん、なんかこういう対処法してますよとかこういうこと気をつけてますみたいなものがあればぜひコメント欄で教えてください。リクは参考にさせていただきます参考にさせていただきますでは動画の内容が参考になったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあバイバーイバイバイ